準備があると思います、短い準備、中期的な準備、長期的な準備、自分のプレーに対する準備も含めてですけれども、野球部としての準備、または学校内での準備含めてですね、準備をきちっとした上で当日プレーボールを迎えていただきたいなと。本当にあの生徒たちもいろんな方に支えていただきながら、こういう場があるということを改めて、本日ですね、感謝の気持ちを持ってですね、こういうふうに挨拶をすることによって、少し実感が湧いてくるのもありますし、こういうふうに目黒町だったり帯広の方だったりに、挨拶ができて、いい報告をまたしたいなと思います。